皆さんこんにちは、深田由美です。はい、今回はですね、飲み会とかに結構行く時とかの体重の、ケアについてちょっとどうしたらいいのみたいな感じの、言葉の質問とかも結構多かったので、それについてちょっと対処法をねちょっと教えていきたいと思います。絶対何かしら、まあお酒とかもあると思うし、まあご飯もねやっぱ食べたいし、えいみちゃんはどうしてるのって結構言われるんですけど、でも私は全然飲みとか外食とかは全然行きます。でも最近ちょっと気をつけてることとかあるので、それをちょっと言っていこうかなと思います。で、気をつけてることとかは、今はまあちょっとコース料理系は控えてますね。なんか選択するとしたら、ご飯とかで選択するとしたら、お肉系とか、まあ、前菜系とかちょっとおつまみ系とか、なんかそういう系とかを注文したりとかしてます。あとカルパッチョとかグリルのステーキとか、あと魚とか、なんかそれはなんか自分的にはなんかタンパク質を取ろうという意識があるから、なんかそれを意識して注文したりとかしてますね。飲みの時とかはお酒は別に限度とかはなくて、飲みたい分だけそう結構飲むっていう感じですね。でも別にそこまで私は飲むとしたら、多分お酒自体そんなに強いわけじゃなくて、多分2杯ぐらいとか3杯ぐらいかな、コップ3杯ぐらいとかの、で結構コスパいい女なので、お酒のお酒のコスパいい女なので、それで、まあ、結構酔えるかなって感じですね。でそこで私はあんまりその周りにあるそのご飯とかそういうおつまみ系とかはあんま食べないようにはしてます。だからもうお酒はお酒って決めて、ご飯食べなかったりとか、その飲むだけの日とかそういう時とかは、まあ、おつまみはそんな食べないで、で、まあ、ご飯っていう時とかは、まあ、あんまりコースとかにしないで自分で選べるような、まあ、メニューとかで、なるべく、まあ、タンパク質系のお肉とかお魚とかそういう系を食べたりとかしてます。でやっぱでもそういう食べた日とかって絶対に自分も帰ってきたらすごい分かるんですけど、やっぱ結構お腹もこうパンパンになるし、まあ、体重計とかも測ったらプラス 2,3 キロ当たり前みたいな感じなんですよ。だからなんかそこはもうみんな一緒というか、でもそれが太ったっていうふうに思わないでほしくて、で結構やりがちなんですけど、太ったって思って次の日も絶対に何も食べないとか、もう断食するみたいな感じで次の日とかこう抜いちゃったりとかすると、まあ、太りやすくなっちゃったりとか、我慢してた分反発が来るっていうか、もうガーって食べたくなっちゃうことが結構あったりとかするので、だから全然その今まで気をつけてるそのカロリー、私だったらいつも1日1200って決めてるんですけど、まあ、それにまた戻していけば、また次の日もそれにしておけば、そのカロリーの体重になっていくので、どん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 体重もね、どんどんそれぐらい高かったけどだんだん戻ってくるので、そこは安心してほしいなって思います。飲みの時は本当に最近はもう食べたりとかそんな控えてっていう感じで、分けながらやったりとかしてますね。やっぱ人とかでよく便秘の人とか結構いたりとかするじゃないですか。こう外食が続いててなかなかこうなんか便が出なくて体重がちょっと落ちづらいみたいな感じの人もいると思うんですけど、最近なんか買ったんですけど、なんかデキストリンみたいな粉みたいなのがあるんですよ。なんか食物繊維みたいな、そういうのとかをこうプロテインとかに混ぜてシャカシャカして結構溶けるんですけど、そういうのとか飲んだりとかすると結構便とかもなんかこう水にこう便がこう膨らんでこう出しやすい感じになるので、そういうのをやってると、まあ、腸内環境も良くなるし、こう、ね、便が重なって体重が増えるって嫌ですもんね。そういうのも多分ちょっと改善できるんじゃないかなって思いました。
じゃあ、えいみちゃんって結構お酒の種類って何飲むのとか言われるんですけど、でも自分がよく飲んだりとかするのは、あ、でも最近アマレットジンジャーとか、ちょっと待って、アマレットジンジャーはなんか杏仁系の味がするんですけど、そういう系とか、あと果実のなんかちょっとこう炭酸割りみたいなやつとか、あとまあ、ほろ酔いとかもそうだし、でビールとか缶ビールとかもそうだし、コンビニとかの、おつまみとかはもう取らないで、こうだから本当にそういう時は飲みだけっていう感じにして、だから私は好きなもの飲んでもいいんじゃないかなと思います。だそんななんかこうがっつりガビっていう感じじゃなくて、結構チビチビ派ですね。チビチビ飲んでこうアルコールを摂取していくっていう、なんかそれで酔っていくっていう、こそいい女って感じですね。はい、でもなんか、まあ、次の日とかもそれで、まあ、いつも通りのその、まあ、1200ぐらいとかのカロリーぐらいとかにして、タンパク質多めで、まあ、私の場合はタンパク質とかプロテインとか卵とかで摂ってるんですけど、まあ、それをカロリーの1200のカロリーの中に差し込めば結構体重も安定していったりとかで、ちょっとまあ便秘な感じがしたら、まあ、ちょっとこうデキストリンとか入れて、まあ、ちょっとシェイクして飲んだりとかして、まあ、便通も良くしたりとかしたら結構いいんじゃないかなって思います。こんな感じで、まあ、ちょっと食べ過ぎちゃった日とか飲んだ日の対処法、私のまあ体重キープの方法はこんな感じですね。ちょっと皆さんちょっとぜひね、参考にしてみてください。ありがとうございます。